今日もママンとトゥギャザー始まるよ。早がらがら。大丈夫、これただの酒やけ。はい、みんないっぱいだよって人。はい。しんどい、つらい、何もしたくないって人。そっか、お兄さんだけか。そっか、ゆかちゃんはさっきから何をしているのかな。ない。ゆかちゃん、みんなが20年後お兄さんみたいにならないためのはい、お待ちかね、 ABC 体操の時間だよ。分身の裏道体操に変更だよ。僕への小さな抵抗だよ。だって金を支払うのは会社だし、お兄さんには集まれ。はい、みんな、ラは楽になりたい。よしよし、良い子のみんなは飲み込みが早いね。就活の時とか絶対に役立つから大事にしようね。それ以外にもいろんな局面でみんなは必ず否定され傷つけられてしまうけど、良いパンチを隠し持った強い子の略だからね。またね。バイバイ。裏道お兄さんだ。お兄さんも帰るの？お兄さんは休憩だよ。はい、今日もママンとトゥギャザー始まるよ。お兄さんは何歳ですか？31歳だよ。お兄さんはなんで結婚もしてなくて子供もいないんですか？安いカップ酒を煽ってる独り身のお兄さんを不幸せと。もう何もわからない。在意がないない。誰もいないいないバーなんてして。せーの、くまくん。せーの、いそうくん。体操のお兄さんである。体育大学出身。大声出すとさ、何か持っていかれるんだよ。正規。浦道さんは体育大でもエリートだったし、俺たち後輩にとって憧れなんですよ。諦めても終わらせてはもらえない試合だってあるんだよ。背中に尻尾を張ろうとしてぐちゃぐちゃになった時とか、呆然と壁や床を見つめてしまう瞬間。お兄さんも同じ気持ち。じゃあ、ウサオくんの得意な鬼ごっこにしようか。来たことないっすよ。鍛えてあげようと思って。言ってないですって。同じ理由だろ。なんだかんだ言って真顔が一番怖い。どうしたらいいんすか？どうしたらいいんすか？逆に怖い。戦うことをやめた時から老いていくのだろうと思う。裏道お兄さん。イケてるお兄さん、ノックしようね。なんかあれだろ、光が分散して見えるやつのことだろ。こんにちは。こんにちは。吸い取りたいくらいの元気で素晴らしい。でも元気はあるに越したことはないから、とってもいいよみんな。そんなものに惑わされてはいけないよ。おはよう。朝起きた瞬間より職場に着いた時の方が元気。あ、なんか今日頑張れそう。どうぞ。失礼します。え、つかの間の、はあ、おはよう。おはようございます。きっと心の防衛本能。大丈夫だ。体操のお兄さん、桃田裏道です。今日もみんなであー、一旦止めます。お兄さんたちが傷ついちゃってるので休ませます。そんな毎日ですけど、家帰ったら誰かいるだけマシじゃないですか。まだ少年のままでいたいという意思表示ですね。やかましいわ。裏道お兄さん。チンアナゴ、もしくは犬のチンでもよかったですね。デザインは裏道お兄さんの絵を参考にしてみました。デザイン変更してください。新コーナー、裏道相談室。今日は裏道お兄さんに聞きたいことがあるんだって。すいません、ごめんなさい、言わされてるんです。着ぐるみ役のどっちかがやれって言われたんです。それ言った。やたらと無趣味をいじってくる小鳥さんには、人並みの娯楽を趣味だと豪語する人間に限って困れると無趣味が露呈するって知ってる？気づけば遠くの席に移動されてた経験ない？ここ10年くらいでごっそり抜け落ちてる感覚もあるよね。大丈夫。泳ぐ水槽は狭すぎても広すぎても死んじゃうからね。こんにちは。お兄さんたちと遊ぶ前に、良い子のみんなに聞きたいことがあるんだけど、これについてどう思う？もっと可愛いお人形さんの方がいいとかある？え、子供の声を利用して不満を解消しようという魂胆ですね。どうかな。気持ち悪いだよね。ど
友達のことは大切にしようねってももが言った方がいいと思う。あ、はい。どこも痛くない時の幸せってさ、どこか痛い時にしか気づけないものだよね。どうもっす。これ実家の酒屋から送ってきた。あ？いや、あちゃー、もう終わりかけっすね。残念。リリいった。あっ、あマジだよ。何やってんの？またねー。マジだ。